おはようございます。天気予報でも雨だったんですけど、やっぱり雨降ってるっぽくて、でもお昼ご飯食べてから美容院まで時間があるので、ちょっとブラブラしたいなと思うんですけど、目の前にデパートがあるので、そこでご飯食べたいと思います。準備します。デパートなんですけど、なんか信号がの当たり方が分かんないので地下に入ってみたいと思います。2時から美容院でもう12時になるので、ちょっと急ぎめに行きました。やりたいと思います。香水がいっぱい売ってる、見えますか？すごい。しかもなんか見たことない香水ばっかり。外国系のやつかな。これとかめちゃめちゃ可愛い。なんかすごいね、落ち着いてますね。日本でいう伊勢丹っぽい感じ。めっちゃ可愛いんですけど、ここ KUHO っていうとこかな。可愛い。靴とか。このバッグがめっちゃ可愛くないですか？すっごい可愛いんだけど、高いね。移動の前よ。35万円。だから35,000。あ、かみさんだ。35,000。なんか思ったより安い。ホールよぎったや。あ、かさみだ。このちっちゃいポシェットがすっごい可愛い。これもめっちゃ可愛いね。待って、時間が足りない。めちゃめちゃ私の好きな感じ。すごい可愛い。これとかも超可愛いよ。私の好きな感じ、めっちゃ。日本でも見たことあるブランドでも、置いてるアイテムが違ったりとか、なんか全部ちゃんとね、韓国っぽくてすっごい可愛いですよ。食欲でちょっとこのお買い物欲を抑えたいと思います。コリアンレストラン、お、いいんじゃない？家庭料理っぽい感じ。あ、美味しいよね。家庭料理っぽいお店にしたいと思います。でもね、何にしようか悩む。英語のメニューをもらいました。優しい。え、待って、日本語でも書いてある。すごーい。スンドゥブにします。韓国のご飯屋さん行くと大体こうやって出てくるな、品が。嬉しいですね。あとご飯です。匂いが、何だろう、何が入ってるの。なんかいつものスンドゥブと違う感じ。ご飯が、雑穀米だから。このバッグが可愛くて、このね、ブランドの服がすごいいろいろ可愛いんですけど、4万円ってことで、今お母さんに交渉中です。可愛いのに。流行ってる洋服屋さんに歩いて向かってます。雨がすごすぎて、あと寒い。東京調べたら今日32度とか3度だったんですけど、今韓国23度で、東京よりマイナス10度で普通に寒いんですよね。さっきの4万円のバッグは諦めました。海外にいた時もだし、日本にいる時も家族ラインでこれどうかな、必要かなっていうのを相談してるんですけど、物が多すぎるので物を減らしてから買い物をするようにとお叱りをいただきまして諦めました。もしかしたらまたちょっと審議の上あれを買って帰るかもしれないんですけど、
一旦もう少し安めの洋服屋さんに行きたいなと思います。来ました。このねショップの周りが有名なこのマンマミーヤっていうカフェとか、あの奥のダルメシアンっていうカフェも有名で、だからこの辺で結構カフェとお買い物が済ませれちゃう。じゃあこのニット見たことある？すごい、やっぱなんかカフェとかもそうだけど、お店とかも空間デザインが抜群に可愛いですよ。可愛い。バッグ。二階建てっぽい。可愛い。こんな感じの。19,000円くらい。2階も行ってみます。かわいい。もう3色で悩んでます。あ、これも超かわいい。グレーがなかったので水色にします。お茶のよう購入できました。ここから美容院に向かいたいと思います。美容院に行きたいんですけど、タクシーで行きたいんですけど、タクシーがいない。空いてるタクシーがいる。来てくれるかな、まっすぐ。お願い、曲がらないで。必死で止めるので動画止めたいと思います。多分ここだと思います。ここの3階のはず。着きました。とってもおしゃれな美容院。カラーはブリーチをするかしないかをカットしてる間にテストして、あのするかどうか決めるってやりました。パッケージ髪の毛がもうたくさんすでに切れてるっていう話を。なのでブリーチは止めて鼻をしたいと思います。今から髪を染めるので、髪を染める場所に移動してきました。髪を染める時間は多分こうやって普通にカフェみたいな席に移動して、本とか読みながら飲み物飲みながら待つみたいな感じらしいです。寒いので雨でカモミールティーをもらいます。なんかあんまり色が変わってないように感じるのですが、言いにくいですね。まあ、よしとします。あー、OK。 あー、ジュースリーレーで、あー、一回目じゃオリーブにならないよっていう。やっぱりね、私がね、黒髪に何回もしてるからね、髪がオリーブに染まりにくいですって言われてしまった。ブリーチとかも傷んでるから髪がしないでって言われちゃったし、気をつけます。せなちゃんね、遅くなりました。すいません。めっちゃ変な動きして入ってきた。嬉しいよ、私はタッカンマリが、ね、グッ
すぐ着く。セロおすすめのお店なんだよね。そうなんです、ここは本当に美味しいので。なんかお酒がめっちゃ進みます。最高ですね。なんかタレを作るみたいな。私が作ってあげます。そうなの？特別な愛です。覚えとこう。美味しい、しかもめっちゃヘルシーだもん、うん、